ファイヤーです。元プロゲーマーで、現在はゲームのストリーマーをやっています。スペシャルフォースで日本代表として3年連続世界大会出場しました。その他にもスペシャルフォース2、あとはオーバーウォッチで、国内の優勝も、しました。ファイヤーっていう名前なんですけども、SPYGEA で、スパイキャって読むんですけど、本当はこのスペルちょっと間違ってて、本当は最後に R がつかないといけないんですけど、当時の、名付けた当時中学生くらいだったんですけど、僕スパイギアって読ませたかったので、スパイギアって伸ばしたくなかったので R 取ってしまおうっていう理由で、この SPYGA でスパイギアになりました。なので今は R を探し求めて旅を続けています。レギオンのアンバサダーとして、レギオン PC を通してゲームの素晴らしさを伝える、お仕事をしています。週6日で配信を毎日していて、主に、Apex はじめとするさまざまなゲームを、配信しています。配信しているところは Twitch っていうゲームのサイトと、あとはそれの、録画というか、そういった、動画を載せるために YouTube で、活動しています。あとは、いろんな結構各国に行って、大会だったりとかイベントに出させてもらっています。そちらがね、YouTube だったりとかに載ってるので、ぜひ見てみてください。ここは東京メトロさんとゲシフィさんが運営している、e スポーツジムになります。このジムは僕がアンバサダーしている、ゲーミング PC のレギオンが、揃ってる、ジムになります。レギオン PC を使っていろんなゲームを遊べたり、e スポーツプロからゲームのことをいろいろ学べたりする空間になります。小さな子供から大人まで遊べる空間になってますので、ぜひ赤羽八重口駅までいらしてください。これが僕がいつも使ってるレギオンのハイエンド PC T770i です。そしてこちらが同じくレギオンから出てるゲーミングモニター、プロ御用達の最大 360Hz 出るゲーミングモニターになってます。やっぱり CPU が最新 CPU 積んでるので、すごくその点が助かってます。最近のゲームがやっぱり CPU 依存で、やっぱり CPU 強いのを積んでないと FPS がやっぱり出ないので、やっぱりそこら辺がポイントが高いです。僕ストリーマーなんで配信するんですけど、この配信ソフトのエンコードは今グラフィックボードでやってるので、お互いに結構助け合ってというか、そのスペックが高いと配信も高画質で配信できるし、ゲームも、サクサクできるっていうところで、すごく1台で助かってます。で CPU と、グラフィックボードが、すごい最新のものを積んでると、レギオンのゲーミングモニターが 360Hz で MAX に近い形で、ゲームプレイできるんで、すごくヌルヌルで、ゲームプレイすることができます。レギオンのゲーミング PC はライティングもすごくカスタマイズが充実してます。このレノボバンテージから、ライティングをいろいろ変更できます。ちょっと実際に変えてみましょう。フロントの部分、今このレインボーに光ってるところを変えていきたいと思います。スペクトラム、色も自由に、オレンジにしたいから回る速度も速くしちゃおう。どうすかCPU 温度なのかもありますね。これ今青になりましたね。これ CPU の温度が冷めてる状態ってことですね。これがちょっと熱くなってくると多分真っ赤になってくるみたいな、っていう感じで、ちょっと日によってもいろいろ変えれるので、ぜひ好きなようにいろいろカスタムしてみてください。はい、これからはレギオン PC 使っていろんなゲームを楽しんでいきたいですし、いろんな人たちを楽しませていきたいと思います。小さな子供から大人まで、家族ですね、家族に対して、レギオン PC とともにゲームの素晴らしさを伝えていきたいと思います。レギオンクリエイターズ。